クロード様。広い学園だな。さすが名門校だ。魔王だって石投げられたらどうしようかと思ってましたよ。おう、もうそろそろ次の会議だ。時間がない。ちゃんと時計が読めてるわ、あのベルゼビュートが。いや、学園内を把握しておきたい。アシュタルトの襲撃に備えねば。襲撃などできない。王にかなう魔物などいるわけがない。ベル、思い込みは捨てて考えるんだ。お前ならできる。クロード様が指導を。あんなに過保護だったのに。そういえば聞きたいことがある。この学園にはアヒルの生徒がいるのか。アヒル？あ、ジェームス会長、お昼休みまだですよね。私案内変わります。いいのか。はい。あ、学園長もお昼まだでしたら食堂にご案内します。セレナって聖剣の乙女に憧れてるはずでしょ。魔王よ、いいの？キースとベルは戻れ。僕はもう少し彼女と学園を見て回る。え、まあいいですが。頼んだぞ。では君。セレナって呼んでください。セレナ、案内をお願いする。はい、お任せを。クロード様ってお呼びしても？ああ、だがあまり可愛くは呼ばないでほしい。僕の婚約者は意外と嫉妬深いんだ。相変わらずあの顔は狂気だ。紙袋でもかぶせておきたい。